中日ドラゴンズが茂木選手 FA 行使すると獲得に動くんじゃないかというような噂が浮上しています。現在の茂木選手の能力であったり、中日に入った場合の起用法、そして茂木選手が実際中日ドラゴンズに入る可能性がどれくらいあるのか、このあたりまで見ていきます。まずは中日ドラゴンズが茂木選手の獲得に動くのかという噂から見ていきます。楽天の茂木栄五郎選手29歳が FA 権行使の可能性があるというふうに先日報道がありました。ファンからは中日あたりが取りに行くんじゃないかというようにですね、まあ結構噂っていうのがツイッターとか、まあ、そういったところで上がっている状況です。中日ドラゴンズは2年連続の再開で、立浪監督は来シーズンはもう育成ではなく勝ちに行くということを明言しているわけですね。なので今シーズンの戦力からの底上げっていうのは間違いなく必要で、新外国人選手の調査っていうのにもすでに取り組んでいるという話がありますし、ドラフトでも立浪監督から補強をするというような言葉が出ているんですね。まあ、ドラフトっていうのは将来に向けた獲得っていう色が強いと思うんですけれども、立浪監督はあえてこの補強という言葉をドラフトでも今シーズンは使っています。京田選手、阿部選手を昨シーズンのオフに放出して、なおかつ堂上選手が抜けてしまったということもありますから、内野は若い選手ばかりとなってしまって、バックアップの選手も含めて結構手薄な状況になってしまっているんですね。特に二遊間守れる内野手っていうのが結構手薄な状況になっています。茂木選手は左バッターで長打を打つことができるという、なかなか中日にいないタイプのバッターですし、年俸としても今年の推定が7400万円と FA 権を行使するということになれば、その中ではかなり年俸の安い選手に入ると思います。そして B ランクで人的保障か、まあ、もしくは金銭というのが必要とはされているんですけれども、まあ、年俸としては比較的動きに行きやすい年俸というところですね。中日は2年連続の再開で FA 選手の獲得っていうところはやっぱりそう簡単ではないと思いますね。選手としても優勝が経験できるようなチームに移籍したいとか、まあ、そういったケースが多いです。まあ、ただ戦力を上げるという意味ではやっぱり中日ドラゴンズが動きに行くっていう可能性は、まあ、かなり補強ポイントにもマッチしているということであるんじゃないかなと思いますね。では続いて茂木選手の現在の能力値がどれくらいなのか見ていきたいと思います。茂木選手は早稲田大学からドラフト3巡目で指名されて、1年目からレギュラーを獲得して、2021年までレギュラーとして試合に出場を続けました。近年でいうと2019年が規定打席乗ったシーズンでして、打率としては2割8分2厘、ホームランが13本、55打点7盗塁、出塁率4割2分1厘、 OPS779 という成績が残っています。この成績見てもそうですし、通算の OPS で OPS が769ありますから、まあ、相当な打力がありますし、なおかつ打率に対して出塁率がものすごく高いというような特徴もあって、その上で、まあ、守備であったり走塁面も期待ができるという選手なんですね。まあ、ただ2021年にヘルニアの手術を受けておりまして、まあ、この年を起点に結構出場試合数が減少してしまっているという状況があります。現在はサードは小深田選手とか鈴木大地選手、伊藤幸也選手、フランコ選手とか、まあ、いろんな選手が守っていて、まあ、楽天はまだサードを固め切るというところまでは至っていないという状況ですね。そして茂木選手、昨年は73試合の出場で打率が2割2分3厘、そして今シーズンに関しましては8試合の出場にとどまっています。 FA 権取得の年というところなんですけれども、まあ、なかなか一軍昇格はなかったというシーズンでございました。ただ2軍ではいい成績残しておりまして、72試合の出場で2割9分7厘、ホームランが3本、盗塁1つ、出塁率3割8分4厘、 OPS810 という成績ですね。まあ、盗塁に関しては年齢とか故障もあってか、まあ、減ってはいるんですけれども、やっぱりバッティングの成績っていうのは素晴らしいものがあります。そして近年は1軍ではサードを守ることが多かったんですけれども、ファームではショートも守っておりまして、まあ、動きにより負担がかかるショートに入っているというところを見ても、怪我の状態っていうのはそこまで問題ないんじゃないかなっていうふうにも見えますね。では続いて、仮に茂木選手を中日が獲得することができるのであれば、どのような起用法になっていくのか、こちらも見ていきます。茂木選手は楽天では2019年まではショートがメインで、以降はサードを守るケースが多くなっています。1年目はショートでプラスの守備賞を記録したんですけれども、そこからは腰の怪我の影響もあってなのか、大きなマイナスの守備賞を記録するっていうケースも多くなりまして、2020年頃から本格的にサードにコンバートということになりました。茂木選手は大学でもメインポジションがサードですし、サードではプラスの守備賞が残っているということを考えても、守備の適性というところで見るとショートよりもサードにあるのかなというふうに見えますね。で、年齢とか、まあ、故障とかそのあたりを考えてもサードがメインになってくると思います。まあ、ただ今シーズンはファームではショートを守っているということからも、ショートも守ることはできるという状態ではあると思います。
中日ドラゴンズはリューク選手、村松選手を中心に二流間の打力、ここにものすごく苦戦していて、まあ、ここの打力を上げていかないとなかなかチームの課題の得点力が上がっていかないという状況があるんですけれども、仮に茂木選手をショートに入れることができれば、まあ、例えば1番であったり3番であったり、まあ、こうした上位打線でも使えますし、得点力アップっていうところは間違いないのかなと。仮に茂木選手がサードに入るということであれば、石川選手をファーストに回して、ビシエド選手と競争させる。して場合によっては、宇佐美選手がレフトにコンバートされるか、まあこういった可能性もゼロではないと。まああくまでたらればの話ですけれども、茂木選手が仮に中日に入ってくれるようなことがあれば、まあこういったプラスの要素っていうのがものすごく大きいのかなと思いますね。では続いて、茂木選手が中日ドラゴンズに入ってくれる可能性ってどれぐらいあるのかと、こちらも見ていきます。茂木選手が FA 権行使するかどうかっていうところを、まあ、悩んでいるというところなんですけれども、まあ、これなぜかっていうと、まあ、おそらくここ2年間楽天では出場機会に恵まれなかったというような背景があるからだと思うんですね。なので FA 権を行使するということになれば、出場機会を求めて、まあ、より多く試合に出場するために FA 権を行使するということになるんじゃないかなと思いますね。まあ、年齢的にも現在29歳ですし、まあ、今が本当にプロ野球選手としては全盛期というような感じで、まあ、もう数年で結構落ち目に入る可能性もありますから、やっぱり今の年齢では試合にたくさん出たいという思いもあると思います。まあ、来シーズンは石井監督が変わるということもありまして、まあ、このあたりで茂木選手の扱いっていうのも変わる可能性がありますから、まあ、ここによっても判断は変わってくる可能性があります。中日ドラゴンズが仮に獲得に動くということがあれば、一番アピールできるポイントとしては、やっぱり出場機会がたくさん与えられると。そして主力選手としてチームを引っ張っていってほしいとか、まあ、こういった部分に茂木選手が魅力を感じてくれるかどうかというところになると思いますね。まあ、特に今シーズンに関しては茂木選手は FA 権を取得する年で、まあ、球団としてもやっぱり引き止めというところもありますし、たくさん出場機会を与えるとか、まあ、そういったことも考えられたんですけれども、2軍でなかなかいい成績を残しても1軍での出場は8試合ということで、なかなか1軍昇格の機会っていうのが与えられませんでした。茂木選手はやっぱり年齢的にもレギュラーとしてバリバリプレーできる環境を探すっていう可能性もあるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、FA っていうのは基本的にやっぱり強い球団に行って優勝をしたいとか、まあ、そういったケースっていうのが多いんですけれども、少なからずこの出場機会を増やすための FA っていうのもこれまでプロ野球界でも見られてきました。まあ、中日ドラゴンズがこの茂木選手を獲得できるかっていうところはまだまだ相当可能性としては薄いんですけれども、単純に茂木選手の獲得というところに限らず、まあ、FA 権取得して行使するという選手がいれば、まあ、積極的にアプローチしていったりだとか、まあ、外国人の補強をしていったりだとか、まあ、そういったところを積極的に補強に動いてほしいなと思いますね。現状の戦力を底上げするだけではやっぱり他球団、特に打線っていう面では苦しいと思いますし、ドラフトが補強というふうに立浪監督の言葉ありましたけれども、やっぱり今シーズン見てもドラフトっていうのは1年目から活躍してくれる選手がいてくれればラッキーぐらいで行うものだと思いますから、そういった意味でも外国人選手とか FA 権の行使した選手へのアプローチ、このあたりを積極的に動いてほしいなと思います。以上です。